驚異的なスピードで、モガ、味方護衛艦の4番艦ミクマが、ついに進水式を迎えました。今回は、ミクマ護衛艦と新艦種とも言える、性能を詳しく見ていきます。055型駆逐艦とは別物ですし、性能も人員も、全く異なります。中国は、生み出せない国へとなり下がりましたが、一つだけ懸念もあるんだよね。FFM で、海上自衛隊の人手不足を解消したいところです。長崎県の三菱重工業中崎造船所において、建造中だった海上自衛隊の最新型護衛艦、モガ味方の4番艦が、2021年12月10日に、三隈と大分の河川にちなんで命名され、進水式を行ったことが、一斉にマスコミ各社から報じられた。モガ味方護衛艦は、1番艦で、ネームシップの、モガミが、2021年3月に進水、2番艦の、熊野が、2020年11月に、進水と順序が逆になっていたが、両艦とも、2022年3月の同時収益に向けて、最終の準備が進められている。これらに続き、3番艦の、野城も、今年2021年6月に進水しており、今回の4番艦、三隈を含め、これら2隻も、先行の艦艇らと同様に、2023年3月に、2隻での同時収益を目指しており、今後、再数的な偽装が行われていく予定だ。現在の防衛省では、2019年度から2023年度までの5年間が、中期防衛力整備計画の途上にあり、これらもが、味方護衛艦は、少なくとも、この計画中で、10隻まで建造が決定されているが、最終的には22隻まで増加する可能性がある。今回の4番艦、三隈の命名と進水の両式典には、おにぎ防衛副大臣が参列し、艦名の読み上げとテープカットを行い、関係各位の見守る中で、三隈は、その船体を、長崎の海へと、厳かに浮かべることとなった。三菱重工業者の中崎造船所としては、三隈は36隻目の海上自衛隊艦艇の建造にあたり、モガ、味方としては、2番艦の熊野が、三井 &S 造船所の玉の艦船工場であることを除き、浸水した残り3隻は、すべてここで建造されたものだ。2021年時点で建造が予定されているモガ、味方の以後の艦艇も、5番艦から7番艦までは、この三菱重工業中崎造船所が、建造を担うことになっており、8番艦が、三菱重工マリタイムシステムズ社製となる見込みである。これはもが味方護衛艦を新造するに際して、防衛省側が、造船各社から提案を受ける方式とした結果であり、三菱重工業者、三井 &S 造船社、三菱重工マリタイムシステムズ社の3社案から、三菱重工業者が採用されたことによるのだろう。今回の、三隈を含むもが、味方護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体を持ち、通常の他国海軍で言えば、フリゲート艦に相当する。前級である阿武隈型護衛艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メール、深さ 7.8 メートルの艦容であったため、これに比べればも、が、味方は、かなりサイズ的には大型化している。ただし、そうしたサイズ感以上に、艦艇としての汎用性を高めている点が、三隈らのもが、味方の最大の特徴ともいえ、
阿武隈型で DE と呼ばれていた鑑識号が全く新規の FM という名称に変更されていることからもそれは伺える。も、上方護衛艦に関されたこの FFM という新たな鑑識号は諸外国の海軍でフリゲート艦を指す FF に嫌い、マインと多用途、マルチパーパスを表す M を加えたものと言われており、三熊らの性格を端的に示している。当初阿武隈型護衛艦の次級としては同級とほぼ同様の3000トン級の護衛艦が見込まれていたが、鑑識号の由来ともなった気合と多用途に対応させようと設計された結果は、基準排水量3900トンと当初予定から 30% ほど増加した。三熊らもが身型護衛艦は、近年の水上戦闘艦のトレンドでもあるステルス性を強く意識したデザインが採用されており、敵からのレーダー反射弾面積を極力減らすべく、船体の構造物全体に緩やかな傾斜が設けられている。鑑識号に象徴されるように、三熊らは対機雷戦闘にも対応する機能を有しているが、従来、こうした用途には専用の掃海艇が従事することが常識とされてきた側面があり、海上自衛隊でもそうした運用が行われてきた。しかし、昨今は世界的に直接の武力行使の可能性が低減傾向にあり、四方を海で囲まれた海洋国の日本でも、専門の掃海艇部隊の規模の縮小が必然な流れとなってきており、その潮流は自明なことだと考えられてきた。ただし、日本としては急速に軍備の拡張を進めてくる中国によって、南西諸島方面へのその進出を抑止する対策が求められるようになり、これら島嶼部への海上封鎖を防ぐための機雷排除能力を持った艦艇の導入に行き着いた。その追機雷戦闘、機雷排除能力を付与した艦艇こそ、三熊らのもが身型護衛艦であり、対機雷専用の専用のソーナーシステムや機雷排除用、および機雷捜索用の2種類の無人機を搭載することで、その用途に対応しようとしている。ことに、機雷の探知に向けては、防衛省の技術研究本部と三菱重工業者が開発した OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機が実用化されており、これを三熊らのもが身型護衛艦は、搭載して対機雷戦能力を高めいくと予想されている。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は、近年になって増加してきたステルス性を持たせた沈底機雷や、比較的浅い海域等で海底に埋没させる形式の機雷が出現したことに対応すべく開発された全長 4.0 メートル、全幅 0.5 メートルほどの新兵器だ。これは、沈底機雷や埋没機雷の敷設された海域において、従来の有人の掃海艇等が危険に瀕する状況を回避するために生み出されたもので、人的被害を伴うことなく安全に掃海業務を遂行させる目的で開発されたといえる。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は、2017年に海上自衛隊に正式採用され、配備が進められており、三熊らにも搭載される予定であり、単価としては、1機約14億円で調達が行われることが予算上からも決定している。三熊らもが身型護衛艦では、この OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機と機雷排除用の無人機とを水中で上下に平行に進ませて運用することになり、収集されたデータは母艦へとリアルタイムで送信され、処理方法が解析される。この母艦での敵機雷の解析システムは、
OZZ-5 自律型水中高層式機雷探知機らの発する各種のソーナーの波長を自動的に統合して行うものとなっているが、ここに関して、日本は、フランスとの共同開発を行うなど、少し珍しい取り組みとなっている。戦後の日本の兵器システムは、良くも悪くも、基本的には、アメリカ製のもの一辺倒であるため、対機雷専用無人機のソーナー部分という、極めて限定的な一分野とはいえ、フランスと共同するという、事態は稀有なものだと感じられる。また、ミクマラモガ2型護衛艦は、前述のように、前級のアブクマ型から、サイズアップはしているが、乗組員数は、約120名から90名へと、消費化を達成しており、人員確保に苦心している海上自衛隊には、これも朗報だろう。最新鋭のイージス艦である、マヤ型などの大型の水上戦闘艦が、今や、一隻で、軽く1000億円を超過する、建造費を必要としていることに対して、も、が、2型は、1隻あたり500億円以下で建造されており、予算上の貢献も、地味に大きいと思える。